力道山のプロレス論。プロレス&ボクシング1958年11月号、力道山との一問一答、私は各戦ったの中では次のように語っています。力さんの試合中の信念というかモットーとしているのは、僕はね、ノンタイトルマッチであろうとタイトルマッチであろうとリングに入ったら非法な手段で相手を痛めつけることは悪いと思っている。あくまでも正々堂々とやる。勝負は勝っても負けても仕方がないが、試合に勝つことだ。まあ昔の武士道みたいなものだな。自分が傍になってもいい、ルールに従ってやるんだ。だから僕はマットで傍になっても死んでも何も悔いはないと思う。プロレスラーならマットの上で死ぬことは決して恥ずかしいことじゃないと思うね。力さんに少年ファンの多いのもそういう点が影響していますね。そうだと思うね。僕がこれだけ多くの少年ファンの気持ちをつかむことができたのもそのおかげだと思っている。この少年たちの夢を破りたくない。とにかく選手権者として恥ずかしくない態度をマット生活の続く限り守っていきたい。わしもね、空手を最初から使わんよ。今までの試合を見てもわかるだろう。相手が反則に出てくるか、それとも試合が後半に入ってそろそろ勝負をつけても良い頃だなと思ったところでやっと決めつけておいた。ファンもそれを望んでいると思う。最初から空手じゃ試合は決まったようなもので面白くない。20分か30分間は技でいって、なるほど、選手権ともなると技は見事なものだわいと観衆を堪能させておいて、最後にこの辺で宝刀の空手が飛び出さないかなと思っているところ、力さんがスパッと決めつける。ここに本当の面白みがあると思うけど。僕もそう思っているし、そういう試合をしたいと思っているけれども、相手が原骨を振り上げてくればこちらも空手で行くより方法がないだろう。もうああいう殴り合いになると頭がガンガンしていかん。夜もやすやすと眠れないし、翌日マットに立ってもまだ前日の余韻が残っている。世間では技がないと言っているが、相手が正統派のレスリングで来れば僕もいくらでも技で応酬してみせる。それから自分のことも大事だが、プロレスの将来を思うにつけ良いレスラーを育て上げなければならないと思っている。世間で言っているようにプロレスの人気が過去のようにないことは事実であり、僕もそれは事実として認める。日本人同士の対戦が人気のないことも一つの癌だと思う。同国人同士でもジョナサンとバレントの試合をファンが喜んだことでもわかる。どんな計画を持っているんですか？資金面と良いレスラーを入門させることだ。まあ地方に回った時などもよく注意して体格の良い素質のある少年を見つけることだ。テレビの年間契約もできたことだし、今までもかなり素質のありそうな人が入門を希望して時々やってきたことがあったんじゃないですか？そうなんだ。今度はできるだけ多く育て上げるようにしたい。プロレス&ボクシング1958年12月号、力道山に聞く世界選手権の秘話より一部抜粋してお伝えいたします。タイトル防衛本当におめでとうございました。調子はどうだったでしょうか？調子なんていうものはね、やっぱり常に心がけによって調整できるもんですよ。だから私はあんたらの知ってるように、トレーニングならトレーニング、試合なら試合、なんといっても自分がそれに夢中になって真剣に自分のことを考えるから、これはもう誰にも負けないな。だからその点私は自信があった。しかし勝負というのは時の運だし、いくら我々がショーマンシップでなくルールにある範囲内のスポーツとして争っても、最後には結局感情的になりがちであるのが人間の性分であってね。これは例えば歌舞伎の芝居や役者がステージで踊りを踊るにしても誰にも負けたくないのが人間の気持ちなんだ。
だから我々がリングでやるのを、まあ一般のファンはそうだと思ってるのかもしれないけど、そんなことは決してない。とにかく今、プロレスをね、日本のファンが誤解してるわけだ。で、最近これを理解してくれるようになったんですよ。昨日も、ある偉い人のところへ行ったら、その人がね、はじめ俺は、プロレスはすごいもんだと思って見た。ところが、自分らに納得がいかない点があるんで、これはショーだと思うようになった。ショーだと思って見ると魅力がないが、ずっと見てるうちに、ショーでもこれは真剣にやらなきゃ偉い目に遭うということが分かった。もう人間の体力の続く限りの我々の想像つかないほどのすごいものがあるということで、認識を改めたと言っておったけれども、今そういうファンがどんどん出てきてるわけなんですよ。だからそれは僕が初めから言ったように、プロレスというものは真剣勝負をやったらどっちか死んでしまう。真剣勝負なんていうのはこれはできない。ボクシングと相撲、柔道なんか真剣勝負できても、プロレスはそれはできない。やはりルールの中でお互いに思い切って力の限り自分の鍛えた力を思う存分発揮して戦うのがプロレスである。これは僕が言うことはいつも変わらないわけだ。ジョナサンを鉄柱に頭をぶつけたわけですけど、ああいうことは日本では初めてであっても、テキサスでは、いや、初めてじゃない。私がオルテガとやった時もそうだ。あの時は新聞記者がいっぱいおって、どうしてこういうことを気にするかといえば、どうかしてプロレスを一般ファンに理解してもらおうと思って、余計なことまで付け加えなきゃならないんだ。だから最後に頭をぶつけたのも、オルテガの時も、彼があまりにも乱暴するんで私もカーッとなったからこの野郎と思って、まあ柱なんかに思い切ってぶつけるわけだ。そのぶつけるにしてもどの程度の力でぶつけたらいいかという加減がなかなか難しいんだが、やはり自分がカーッとしてるときはどうしても加減するようにできないんだね。決してフェアとは思わない。思わないけれども、相手の出ようによってそれに私も感じていかないと。第1戦の時は寝技をほとんど使わなかったんですけど、第2戦の時はだいぶ使いましたね。あれはやっぱり作戦上というのはね、結局プロレスの醍醐味と言いますか、我々アマレスから生まれたプロレスである、そのプロレスの基本というのはやっぱり寝技というんじゃなくて、まあスタンディングレスリングにグランディングレスリングが入った、スタンディングレスリングにグランディングレスリングが入るとああいう技になってくるんだ。だからグランディングというものは勝負つきませんよ。柔道みたいな格好に投げて一本ということになるんだな、生の場合は。ところがプロではなかなか本当に勝負に持ち込むことはできない。結局グランドレスリングということになって背中をつけることになるから、ああいうレスリングが多くなったと思うんです。力さんは毎日のように試合をやっておるわけなんだけど、よく身体が務まるとこれはファンが非常に思うところじゃないかと。ええ、それはね、一つはプロレスというものは毎日やってればこそ勘もいいしね、体力的にも強くなるし、また毎日絞られたり殴られているとこう身体全体が痺れて、毎日やられてもそう答えない。やっぱり山登りなんかと一緒でね、たまに山へ登ったら足が痛くて大変だけど、毎日登ってると慣れてきて平気で登れる。何でも慣れというものが大事なんで、だからリングになれるということがまず第一の条件ですよ。プロレスは年中プロレスをやってなきゃいかんということですな。慣れということが肝心で、慣れるとまあそれだけの強行軍で毎日試合をして回れるということだ。もう一つは食べ物だな。年中栄養を取らなきゃいかん。